私の幸せな結婚好スタート半年ぶりの実写日本映画講習30億超えなるか。先週末の動員ランキングは塚原あゆ子監督、目黒連主演の「私の幸せな結婚」がオープニング3日間で動員47万9736人、講習6億5368万3440円を上げて初登場1位となった。 先週の本コラムで同じ実写日本映画ということで対決アングルとして取り上げた庵野秀明監督脚本の「新仮面ライダー」のオープニング3日間の成績は動員が34万5446人で講習が5億4190万3750円。 初日の金曜日が18時の回からという変則的な公開形態だったとはいえ、週末を通して全国劇場における座席数では、シン・仮面ライダーがすべての作品で最も多くの座席が裂かれていたことを踏まえると、勝負の軍配は私の幸せな結婚に上がったことになる。 単独主演作としては「私の幸せな結婚」が初めてとなる目黒連だが直近の出演作としては2022年12月公開の「月の満ち欠け」があったオープニング3日間での公衆費では「私の幸せな結婚」は「月の満ち欠け」の約185%と短期間にもかかわらず非常に高い伸びを示している